どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレルのガズでございます。さあ本日はガズメロやっていきたいと思います。このガズメロっていうのは一体何かというと、このウクレレでですね、世界中にある名曲たちの主旋律のメロディーを弾くというか、ウクレレに歌ってもらうというか奏でていく、そんなねプロジェクトになっております。今日の課題曲、めちゃいい曲です。こちらです。どうも今井美空さんのプライド、この曲ですね。めっちゃキュンキュンバラードをこのメロディー弾いていきましょう。今日はですね、ちょっといつもと雰囲気を変えましてですね、なんと旅レレを使って厚さ2センチ、はい、厚さ2センチの旅レレですよ。めちゃくちゃちっちゃいこのウクレレで主旋律のメロディーを弾いていこうと思います。そして、マイナスワンはね、こちらヴィンテージモデル、これもかっこいいでしょ。はい、を使ってやっていこうと思います。ただいまこの G ラボのウクレレたち大好評、販売と予約受付期間真っ最中でございます。この旅レレはちょっと予約注文になりますけど、こちらヴィンテージシリーズなんかもね、即ゲットできるものもあります。詳細概要欄に貼っとくんで、ぜひチェックしてみてください。さあ、いつものね、流れをご紹介しようと思うんですけど、まずですね、このメロディーをですね、このタブクという楽譜を使ってやっていきます。これ、見方、概要欄に貼っとくんですけど、一番上の線が1弦、2弦、3弦、4弦ってこんな感じになっております。で、この数字はですね、フレットなんですよ。つまりこれ、一番最初のところを見てもらうと、これ、私は今のメロディーなんですけど、まず最初、3弦の7フレット。わー。次、2弦の8フレット。たー。次、1弦の5フレット。しー。次、1弦の7フレット。1弦の8フレット。1弦の7フレット。こんな風に数字を見ながら、弦と数字を見ながらこう進めていく。これがタブ譜なんです。で、いつも言ってることなんですけど、こうタブ譜を見て瞬間的に弾くっていうことは、まあ、ほぼ、不可能というか、あんまりそういうものではなくてですね、やっぱり覚えるしかないんですよ。はい、この覚えるコツもちょっと後でね、公開していこうと思うんですけど、このタブ譜を見ながら、まず練習していこうということですね。最初にまずデモ演奏します。で、その後ですね、みんな練習してもらったら、マイナスワンというのをやります。マイナスワンというのは一体何かというと、今のタブ譜を見ながらみんな練習してもらって、皆さんの発表の場です。この私、ガズがですね、皆さんの伴奏をしますので、それに合わせてタブ譜も表記しますから、皆さんトライしてやってみてください。それがですね、本番です、皆さん。そのマイナスワンの時には、このヴィンテージシリーズ、今日はソプラノモデルですけどね、これでこの伴奏を奏でていこうというふうに思います。という、そんな流れでやっていきたいと思います。そしてこのプライドですけど、皆さん、もちろんこの動画、絶対見てください。弾き語りバージョンです。ガズレレの通常の弾き語りバージョン。これめちゃくちゃ、もちろんね、私は今、めちゃくちゃ歌ってください。これまずね、歌心がないとね、ガズメロもうまくこう、メロディーでそれを表現するのはなかなかハードル高いですからね。まずはこう自分で歌ってみる。この弾き語りバージョンも必見でございます。で、マイナスワンの演奏はこの伴奏をね、モチーフにしてますんで、もちろんこれも見てもらって、伴奏もやってもらいたいからね。今日はメロディーの解説ですけど、そのような流れになっております。というよりはですね、このガズレレ YouTube チャンネルってそもそも音楽経験ゼロの方が、音楽始めましょうよ、いっぱい面白いことあるよということで、ゼロ一を始めてもらう。まあ、とにかく、ウクレレをね、こう、弾き語りするのがね、いいと思うんですよ、最初は。そんなチャンネルなんです。この動画初めて見た方は、概要欄に貼ってるウクレレ始められるよというやつで、どんどん始めてください。で、そっちもやってもいいし、こっち同時進行でもいいと思うんですけど、とにかくね、まず01、これをやっていただけると、ほんとこれから楽しいことがたんまり待ってますからね、ぜひやってみてください。そしてこの曲はですね、4弦が登場しない、ウクレレのメロディーになってますんで、ハイGとかロー G とか関係なく、皆さんがお持ちの普通のウクレレでですね、プレイできるようになってるんで、ご安心くださいと。いいですね。そんな感じで、つまり、どなたでもこれはできちゃう可能性がありますよということで、ただただやっぱりタブ譜をね、もうしっかり見て覚える、このなんて言うんですかね、もう繰り返し繰り返ししかもう方法ないですから、そこを楽しんでいただければというふうに思うんですけど、まずは早速もやっていきましょうか。ガズによるデモ演奏、今回すごいですよ。旅レレでこのメロディーを弾いていくということですからね、お楽しみください。ガズがどの左手でどこの指を使って押さえてるか、右手でどんな風に弦をこう弾いてるか、こんなのも合わせてご覧になってください。さあ行きますよ、今井美空さんのプライド、ガズメロバージョンでゆっくりやってみる。 1, 2, 3, 4.
のじゃじゃん。いかがだったでしょうか、ガズメロ。いやー、ここはね、もうバラードに、このバラードの曲をこのガズメロで弾くっていうのはですね、まあ、歌を歌うと感情ってすごく入るじゃないですか。で、なんかその感情をこの一音入魂です。一音入魂。この、魂込めてこの一つの音を奏でるっていう。これをね、もう体験していただきたい。やっぱりこれはね、音楽ってね、歌うのももちろん、素晴らしいけれども、この伴奏もね、今マイナスワンちょっと映って、これからね、マイナスワンもやりますけど、マイナスワンのこの伴奏の演奏も気持ちよければ、このメロディを奏でるっていう喜びも味わえるっていう、奥が深いことになってるんですよ。はい。ぜひこれマスターしてください。まあ今ね、見てもらったらわかるけど、このタブ譜を、やっぱ見ると、すごい今回、この最初のところ、まず いきなり3弦2弦1弦って弦がジャンプしてるでしょ。こういうの結構難しいんですよ。で、しかも私は今結構メロディも早いんで、ちょっと右手ね、慌てずに。でもこのぐらいだったら指1本でもできると思いますね。まあガズさんはこの親指と人差し指こう2本繰り返してやったんですけど、まあまあそういうちょっとね、これからワンポイントもしていこうと思いますけど、まず最初にですね、今映ってたタブ譜なんですけど、ガズクラブで楽譜がダウンロードできるようにしておきます。今の演奏に出てたタブ譜はですね、ガズのノートにこんな風に書いていたんですね。はい。で、今からこれ映していくんですけど、このガズクラブ、これ一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたプライドのタブ譜を含む、弾き語りバージョンも楽譜も含む、もう弾き語りの曲ももう何千曲ぐらいありますから、その中から毎月5曲皆さんのお手元にこのデジタルデータがダウンロードしてご活用いただけるということなんですけど、これ専用のアプリがあったりとかですね、かなりね、有効に活用していただけると思います。でですね、この後その楽譜は見せるにしても、そのガズクラブで楽譜の5曲ダウンロード以外にも毎月2回大セッション大会、ガズクラブメンバーだけが参加できる、もうめちゃめちゃ盛り上がる大セッション大会、画像が行われていたりとかですね、皆さんの、ね、演奏動画発表できる非公開の場所があったりとか、かなり盛り上がってます。ぜひチェックしておいてください。あとこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは毎週2回、大学ですからかなり濃厚な深掘り講義があります。こっちは YouTube メンバーシッププログラムというやつで、毎月590円で毎週2回のライブ配信による講義なんで、質問し放題、その時分かんないことをバンバンもチャットでやり取りしながら濃厚に攻めています。だから16ビートのチャットかカッティングは練習してるぐらいの方以上が入ってくれると、めちゃくちゃこれ大学ですから盛り上がれると思います。ぜひチェックしておいてください。あと毎朝7時半から、まあ、誰でも聞けるラジオ配信、ガズラジやってます。スタンド FM という無料アプリと、あとはガズラジ YouTube チャンネル、別の YouTube チャンネルで365日朝7時半からいい発信してますよ。はい。今この言った3つのこと概要欄に詳細貼ってあるので、ぜひチェックして入ってきてくださいね。ということで、はい。早速じゃあタブ譜を見ていただきましょう。これですね、結構シンプルなんですよ、実は。今ここ、私は今ってことがメロじゃないですか。ででん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 。ここがまあ一つのくくりですよね。これ。今ここに書いてあるんですけど、この2行ね、この2行書いてあるじゃないですか。で、ここダダダダダラ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 、こうまあサビみたいなところであります。で、またダラララララって書いてあるんですけど、これですね、驚くべ、あ、ここからここまでがこうサビと言われるところですね。ワンダナナ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 ナ、この4行はサビなんですけど、で、ここは私は今これ、ここ1番2番で、ここまた戻るんですけど、あ、ここでね、実はこことこことここ全くメロディー一緒なんですよ。なんで今日は2パターンのね、セクションです。 A メロのメロディーのパターンと、あとサビのメロディーのパターン、この2パターンなんです。いっぱいずらっと書いてあるけど、本当はこの2行とこの4行だけで終わってますという、なんか嬉しいような感じですけどね。まあ一応こうやって写しとくと、これ全く一緒なんですよ、楽譜書くと。僕もなんとなくあれ一緒だなと後で気づきましたけど、まあまあ歌っていうのはそういう歌詞で表現する部分多いですからね。まあでも一応ね、分かりやすいようにここが1番、ここが2番ということで表記しました。はい、こんな風に写しておく。で、一時停止で書いていってください。まあ今出てたんでね、まあ分かると思いますけど、まあガズグラブに入っていただくとこういうのゲットできますよというノートで見るとまたいいでしょ。はい、それでここがサビですね。でれ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 、ここがもうやっぱりテンションがだんだん上がってくると、ここはびっちりこうマスターしていきましょうと。はい、サビのこの4行で、またここ同じA メロとここと同じなんですよね。だってこれ繰り返していくということなんですね。で、ここが終わったらガズメロアレンジだと、またここに戻って、もう一回ここを繰り返して終わったということになっております。
はい。ぜひ、このガズクラブに入って、これ、ダウンロードしてもらうのもいいけど、今みたいに写してもらって書いてもらうのもいいと思います。ぜひ、ガズクラブもね、いろんな画角を他にもね、ゲットできるんで、ご加入するのおすすめですよ、ということで、じゃあ、今日のワンポイントレッスン入っていきます。まずはですね、いつもの流れなんですけど、このタブ今映ってるんですが、これを、覚える。これが、まず大前提になります。で、最初の歌い出しですけど、これ、やっぱり弦がこう、まったくじゃないですか。この、3弦、2弦、1弦。ガズさんは親指、人差し指、人差し指に、みたいにやってますけど、これ人差し指1本とか親指1本でも、速さ的にはいけると思いますね。これは、いつも言ってることなんですけど、どの指を使うか、右も左も別に正解はないです。その人の正解があると思うんですけど、左手に関しては、タブ譜を何回も見てると、あ、この指が、置きやすい、効率がいいなっていう置き方はあると思いますからね。でも効率だけが全てではないっていうのはあるんですけど、ちょっとガズさんの弾き方だと、はい。はい。まず最初、ここから始まってます、指は。中指から始まってました。はい。中指、薬指、人差し指ですね。中指、薬指、人差し指という一弦の順番になる。ペペペはい。つまりですね、最初のうちはこの指の設定がいいです。5フレット、6フレット、7フレット、小指で、小指使わないけど、こんなようなところが基本になると思います。これが最初のところですね。はい。この3フレット、4フレットの中で全部終わってるんですよ、フレーズが。で、この後、サビになると、この後、ここで初めて10フレットのエリアに登場します。でもこの曲はですね、この10フレットが一番高くなるのと、だからサビのところでちょっとこっちのメロディが出てくるんですけど、ほとんど5フレットから9フレットの間のフレーズと覚えておくと、結構この指の動きの、予想は結構初心者に結構向いてるかもしれないなと思います。ただし、やっぱいつも言ってるけど、弦をまたぐフレーズって結構右手に苦労すると思うんで、まずはちょっとなるべくゆっくりがいいと思うんですけど、この曲そもそもバラードでテンポがゆっくりなんで、まあ、どっちにしても初心者さん組みやすい曲かなというふうに思いますね。まあ何回も言っても覚えるしかないですからね。はい。まあここの自分の目線から見たこの景色、ここでこう、今こう山になったなとか、ここでこうクーッと伸びていくなみたいな、そういうイメージをストーリーとしてこの指の流れを覚えつつ、もちろん忘れちゃいけない歌詞の内容も頭に思い描きながらこう奏でてください。で、今聞いてみていただいて分かったと思うように、ガズさんものすごいテンションが上がっても感情ががっつり入ってるんですよね。魂一級一音入魂ですから、やっぱそうするとビブラートとか今の、こういう小技、こういうのはね、小技がでも、小技を入れようと思ってんじゃないんですけど、慣れてくるともうね、もう魂が入れたくなっちゃう。こういうのをですね、この動画がめちゃくちゃ参考になるよということなんですけど、これは、ビブラート、ハンマリングオン、プリングオフ、スライドというこの4つのですね、こういうメロディー弾くときの必殺技をめちゃくちゃ濃厚解説している動画アップロードされてます。ちょっと、まず第一段階としてはフレーズをただただ覚えてください。だからビブラートとか関係なくいいですよ。こういうのを覚えた後に、だんだん加えていく。みたいな。もうビブラートがかけたくてしょうがない。このビブラート、こういうのはですね、いずれやってほしいなということで、ここにね、これ概要欄にリンク貼っておきますけど、この動画のね、このビブラートとかこういうバラードでね、表現できるようになったらもうめちゃくちゃ、すごい最高ですからね。で、ちょっとこのビブラートとかなんかこのよくわかんないなという、具体的にどこがわかんないかっていうことを、もしわかんないことあったら、コメント欄に、ここがこういう風に、のこそこがわかりづらい、わかんないから説明してほしいっていうふうに言ってくれたら、ちょっとガズさんね、また動画でどんどんそこ深掘りして言っていくんで、まあまあ、ここが分かんなかった、難しかったというのを教えてくれたらね、また取り上げていこうと思うんで、ぜひご活用していただきたいんですけど、とにかく、ちょっとやっぱエモーショナルに、感情を込めるときには、やっぱり、ビブラートとかね、こう、スライドとかね、すごいんですよ。で、この曲って、例えばここ聴いてください。次。同じ音で、なー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 ってこう続く時あるじゃないですか。その時なんですよね。で、次とか、
なん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 、ここのところがまあ見せどころっていうか同じ音なんですけど、例えばこういうのが考えられます。すごいあのダイナミックにビブラートをかける、なん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 っていうのがパターン1。あとはもう一個こういうのもあります。スライドで表現する、こういうのもすごくエモーショナルです。これ正解ないんですよね。なんかそれこそ表現です。なんかスライドで表現してもいいし、ビブラートで表現してもいいし、まあ、そういうの、あとハンマリング音でっていうのもありだと思います。その表現は正解がないんです。それぞれの人が思いつくその素敵さ、これで決めていきます。なんで可能性は無限大です。今のはまずはあの基本的なところということを押さえていただいて、さっきのこの動画でもうちょっと自分色に染めていく、そんなのがいいかなというふうに思いますと。いやーいいですね。さあ、それではね、ここからね、皆さん練習してもらって、覚えてもらわなきゃもうこれはしょうがないですけど、これからマイナスワンに入っていきます。マイナスワンでは今日はこのヴィンテージシリーズ、このヴィンテージモデルのとろけちゃう音を、ご堪能いただきながら、これこの薄レレでこのソプラノサイズなのにもうすごくふくよくな音しますから、これで皆さんの演奏のバースをバックアップしてまいりますんです。ゆっくりめにやりますので、皆さんこれに合わせてタブ譜、表記しとくんでですね、焦らずにじっくり取り組んでいってみてください。じゃあマイナスは皆さん一回深呼吸してからやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。この素敵曲、いやーこのねプライド、これ歌うのもいいですけど、このメロディーも奏でられるようになったらね、もうなんかもう最高ですよ。はい。で、今ね、あの、マイナスワン、このマイナスワンの、音を使ってもらって、皆さんどっかでね、発表してもらったりするのも全然 OK ですから、あの、どんどんご活用ください。そして、やっぱり、楽しいのは、お友達とか仲間とかで、あの、お互い伴奏してメロディを弾いて、お互い歌う。このアンサンブルに取り込んでもらうといいと思います。おすすめとしては、一人がまずコード弾いて、で、A メロ。で、一人が、
今度はさっきメロディー弾いてた人が今度サビでは伴奏弾いて、今度はその人がメロディーを弾いて、で1番終わったら今度2人で伴奏して一緒に歌って、あわよくばハモるみたいなのとかも最高だと思うんですよ。それアンサンブルとかもすごい可能性を秘めています。ただ弾くだけでもいいじゃん。歌ってさらに気持ちよくですね、そのメロディーを奏でることでもう三段活用でいきましょう。こんなのもねすごいいろいろご活用いただけるかなというふうに思います。可能性無限大、楽しんでいただければというふうに思います。ガズメロもかなり曲数がもう増えてますからね、他の曲もね、この1個この分かれば、ね、このやり方が分かれば横展開どんどんしていけて面白いと思いますね。概要欄に他のガズメロの他の曲のリストも貼っとくんで、他の曲もいろいろ挑戦してみてください。でもちろん弾き語りの方もやってくださいよ。こっちはやっぱり本物ですから、本物っていうかなんていうか歌中心ですからね。やっぱこれありきだと思いますね。やっぱこの感覚をこう落とし込む、こんなのが素敵じゃないかなというふうに思います。ぜひ皆さんじっくり時間、こういうのはすぐにはできませんからね、時間かけて取り組んでいく、その、自分が覚えていく過程こそが皆さん幸せで豊かな時間帯でございます。すぐできないからってうわーってならない、今この獲得してる時こそが最高の時間なんです。お楽しみください。はい、今日使っていたこのウクレレたち、ただいま大好評、販売予約受付劇が真っ最中ですからね、概要欄でぜひラインナップチェックしておいてください。こっちは厚さ2センチの旅入れ、今日こっちはヴィンテージシリーズモデルのソプラノモデルを使っております。はい、チェックしておいてください。あとね、2月の17、18で長野県松本でこれポップアップショップが、ジーラオポップアップショップがオープンします。すべてのラインナップの思想と、島村楽器松本線別注オーダーのスペシャルモデルの思想、すべてのモデルできるようになってます。で、2月17日はガズレレの無料イベントがあったんですけど、皆さんありがとうございます。完売というかもう満席になって今受付も終了状態なんですよ。はい、なんですけどポップアップショップはねお越しいただいて楽しんでいただいていると思いますので、予定入れてですね、ちょっと松本という寒い長野県のところですけど爽やかな空気を味わいに来てくださいということで、ぜひよろしくお願いします。さあ楽しく音楽していこう。それでは皆さんごきげんよう、さようなら、バイバイ。